とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、ダウンロードコンテンツ第3弾で出てきた新しいクエストをやっていきます。変身禁止のクエストだね。ごく英雄を偽る怨念たち。なかなか難しかったんだけども、ごく、やっていきましょう。はい。まあ、一人じゃなくって、仲間4人連れてきてます。そっちの方がね、いいんだよ。人間が4人いると、攻撃力がさらに上がるんで、そういう装備をしてます。これね、1体ずつ、狙っていったがいいんだよな。おい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 、ちょっと、誰から行く？まあ、ヒーラーのやつらがいいよね。シャイニングボーイ、マタロウとコマくんを早めにやっといた方がいい気がするけど、ちょっと待って、めちゃくちゃ寄ってくるじゃん。めちゃくちゃ寄ってくるから、めちゃくちゃやりにくい。オッケー。とにかくマタロウを倒そう。一体ずつだ。おいおい、ちょポーズ取らせて。ちょっと待って、死ぬ普通に死ぬ。もうめちゃくちゃ難しいよ。やばいやばい、立ち上がりに重ねないでくれるかい。もうオッケーオッケー、シャイニングボーイあと半分ぐらい。まあ、とにかく1体でも減らせれれば全然違ってくるよ。あ、やっぱマタロウだ。最初はバフとかかけられるとマジでやりにくいから。おいおい、やばい、重ねちゃダメだって。死ぬ死ぬ。よし、もう、あ、無重力なってるし、ちょっとマジかよ。ちょ、引き離そう、若干引き離そう。うん、ベニマルが来るとちょっとほんとやりづらい。あー、もう来た来た来た、なんか本気出してきたぞ。本気出してきちゃったよ。よし、オッケー、回復。おお、ド発点とか絶対食らいたくないね。超ぐらいのクエストから結構難しいなと思えたけど、僕はもう火じゃないな。めちゃくちゃ難しい。オッケー、マタロウ俺のために死んでくれ。ちょい、もうちょい、よし倒した。うわー、ド発点、ド発点横一文字切りで、次は吹雪さんが減ってるね。ちょっと待って、生き返らせます。怖い、おい、ダメージ3000とか、マジか。オッケー、ヒールするから。おい、また死んでるじゃん俺。大丈夫か。いや、大丈夫じゃないんだ。ふぶきさんは先に倒そう。やっぱりヒーラーは太いわ。嘘でしょ。ちょっと待って、生き返らせないと。あー、マジで、やばい、マジでやばい。よし、これ本当にきつい。もうヒールやめろ、本当にヒーラー潰さないとこれどうしようもないぞ。あのベニマルの攻撃力の高さね、これ要注意だ。おっぽっぽ、特に
ド発電やられた時の攻撃、あ、そうか、コマくんも回復じゃん。あ、コマくん自体は全然弱い。なるほどね、リトルコマンダーを一番最初に倒すべきだったか。あいつだけはなんかものすげえ HP 低かった。で、ベニマルがとにかく強いんだ、これが。お前が。ダメージ絶対食らいたくない。で、これね、俺、クリティカル無効のね、装備してるから、こんな感じだけど、普通の装備だと、絶対死ぬからね、こんな。いや、でもほんとね、この変身禁止クエストが来るって分かってて、研究しててよかったわ。あ、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ、死んだ。ああ、ランド君、生き返らせて、ナイス、ノーチカナイス。やべえ、やばい、回復するからね、みんな。もう職業はもう夢見る少年少女、もうこれ一択だよ。これがないとまず回復できん。この一択でもう間違いない。ちょっとメラ、誰か生き返らせて。よし、これもね、もう一人でやるもんじゃないな、マルチでやるところ。これやっぱ死ぬ、死んだ、これはきつい。ありがとうメラ、ありがとうよ。あ、でもいつの間にかもう結構減ってきてる。よし、でもこっから本気なんだよな。敵のね、もう必殺技の頻度がおかしい。もうそんな早く技がたまるはずないから。あぶね。よし、もうちょい。よっしゃ。きつかった。でもまあ倒せるには倒せるけど、きついね。倒す順番をしっかりと覚える必要がある。まずはコマくん。で、マタロウ、フブキさん。あ、フブキさんの方が先がいいのかな？どうだろう。まあまあ、順番は気をつけてやっていこうね。報酬は美味しい。経験値5万。経験値ボールが5個。で、ガシャコイン6個。いいね。めちゃくちゃいい。よし。え、なんか、メダル落ちた？メダルなんか出たかな？誰かから。こいつらのレベルが知りたいんだよね。800ないぐらいか？いや、800はあるだろう。ちょっと待って。入手順で見ていきますね。あー、わかんない。818かな、敵。あ、違う。あー、メダル落とさなかったから、わかんないけども、おそらく800ぐらいです。極の敵は。強いので、要注意で言ってください。装備品は本当にね、考えて、つけていってください。と、マルチで行くってことね。それをやれば、まあ、勝てると思うので、やっていきましょう。では、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。